改めましてグミチャンネルザッツンです。あれからですね、少しお昼休憩の方をね、いただいて、今は生駒駅の方にですね来ております。話によるとですね、さっきのね石切の方の、住んでらっしゃる方にですねお聞きしたところ、駅の中にあるというふうに聞いたんですけど、さっきあの駅員さんに聞いたんですけど、駅員さん曰く駅の中にはないと。で、そのですね旧生駒トンネルなんですけど、なんとですね現在も、使われているという情報がありました。なので、こちら今ね電車がちょうど来てますけど、これがですねこの旧生駒トンネルの出口、奈良側の生駒側の出口というふうになるみたいですね。もっとね、詳しいお話をお聞きしたところ、石切川のね、入り口からしばらく行くとですね、二股に分かれてるらしいんですよね。で、一個は、災害がね起きた時に、避難させね乗客の方とかをね避難させるための、トンネルとして、活用していると。で、多分そのトンネルの方が、いわゆる旧トンネルと言われるものになるんじゃないかなと思うんですよ。で、少し歩いてきました。見えるか見えないか分かんないんですけどね、これね寄るとね線路がねあるんですよ。なのでこれがずっと行ってトンネルの方に行くんではないかなということです。もうちょっとね、いい感じの写真なり動画がね撮れそうな場所をちょっと、これからね徒歩で探していくつもりなんですけどもね、お昼ご飯何食べたかね気になってる方いらっしゃるかと思うんですけどね、オムライスで有名なねベイビーフェイスプラネットに行かせていただきました。結構ねお腹が空いてたんでね食べれるかと思ったんですけど、S サイズがね厳しくなりました。もうねちょっと入らなくなりましたね。で、駅からですね歩いてきましてですね、ちょうどねレンタカー屋さんがあるんですよ。レンタカー屋さんと保育園ですかねがある位置に今来てるんですけど、そこのトンネルの入り口がですねちょうどこんな感じで、旧生駒トンネルの石切川のね入り口と、似ているんですね。で、
ちょうど電車が入ってきましたけど、結論から言うと、このね映っているこの出入り口が、旧生駒トンネルの出口ということになりますね。ぶっちゃけね、旧生駒トンネルと、新生駒トンネルがですね、なんかね繋がってるっぽいんですよね。中で繋がってるというか、まあ途中で二股に分かれてってなってるみたいですね。まあね、まだもうちょっと時間もありますんで、こっちの方にね行くと何か面白いものというかなんかあるかもしれないんでね。こっちはなんだ、こっちは前払い式のねコインパーキングなんで、まあまあ入っても大丈夫でしょう。こっち側は、こっち側もう完全にトンネルの上通ってる感じですね。ね、結論ね出たんですけど、なんでまだこうやってね撮影してるかって言いますとですね、ワンチャンねトンネルでね、万が一旧トンネルでね何かあった時に新トンネルの方をね延々生駒駅の方までね歩くってことはないんじゃないかと。もしかしたらそのトンネルの途中でちょっとね折れて、で地上に出れる場所がどこかにあるんじゃないかと。でそのちょっと散策してみたいと思います。ちょうどねこの生駒山麓公園、生駒三条駅、こっちの方にね行くともしかしたら何かがね、トンネルのね入り口とかじゃなしにしても、当時のねなんか関係するものであったりね、まつわるものがあればなぁと思うので、ちょっと歩いてます。ところどころね、なんかこういうね杭のような柵がねある場所があるんですよ。なんでもしかしたらこの沿線というかね、そういうのがあったんじゃないかなっていう感じですよね。よく田舎の方であるじゃないですか、こういうね
柵があって、あの柵の反対側に、線路が走ってると、そういうのがねあるんじゃないかなと思って歩いてきてます。こっちは、あ、行き止まりじゃねえや、よかったよかった、普通にお家があったんで行き止まりかなと思ったんですけど、ではないですね。さあこれどっち行きましょう。こっち行きます。こっち行くとね、あのお寺なんですよね。なので必然的にこっちですよね。標識がね何もないんですよ、こっち。でもなぜか道ができてると、道ができてるというか道になってると言った方がいいですかね。もしかしたらこういうところをねずんずん歩いていくと、もしかしたらね、その鉄道が走ってた痕跡っていうんですかね、そういうのがふっと現れるかもしれないですね。今日本当はね、こんなねがっつり登山するようなつもりじゃなかったんでね、いつものちょっとカジュアルな感じで来ちゃったんで。難しいですよね、廃墟だーってね、なんか建物の廃墟だからって言ってね、こういうラフな格好で来て、で結局ある程度山登んなきゃいけないとかね。まあね、ここのね、この今歩いてる道も、もうある程度ね行ったらもうちょっと引き返そうかなっていう感じですね。石垣があったな。コンクリートのねブロック塀がありますね。なんか痕跡なんですかね。お？なんか赤茶けたようなレンガというかコンクリートがありますね。壁が、これは違うな、ここのお家の壁ですね。上着置いてくればよかったな。結構ね家出た時とかはね寒いなと思ったんですけど、やっぱ今暑いですね。基本僕ね暑がりなんで、よいしょ、こっちはぐにょっていかないでくれよ、これぐにょっていかないでくれよ。ついこの間ね、おろしたばっかりの靴なんでね、これあんまり汚したくないっていうかね。よいしょ、よいしょ、こっちはあれかな、普通に住宅街と
神社ですね。ちょっとこじんまりした神社になってますね。こっち側行けるのかな。まだなんか道は続いてるっぽいんですけど、どうなんでしょう。なんか神社を見つけました。おお、滝流れてますね。滝が流れてます。2段、3段ぐらい滝になってますね。で今気づいたんですけど、こっちのね、太い方じゃなしに、こっちの細い方あるじゃないですか。これ絶対滝行用のやつなんですよね、多分。あの、細い方絶対滝行用でしょうね。でしょうね。よいしょ。さて、今日ね、これたまたま歩いてここまで来たら神社とかがあったっていうだけなんでね、極力ね、他の方のね、民家とかが映らないようにはしてるんですけど、こっちね、上がっていくと、なんか、トンネルにね、関係する何かがあるんじゃないかと思って、登ってきてるわけですけども。なんだここ、プールですね。なんかプールがあった。プールがあったぞ。こっちは公園って書いてありますね。これ以上行っても何もなさそうですね。じゃあさっきのね、この階段を降りて右側行ってみましょう。で、あ、そうそう、さっきね、だいぶもうほとんど15分ぐらい前に結論出ちゃったんですけど、まあ、結論ね、旧生駒トンネルはですね、結局のところまだ使われてました。普通に使われてました。ね。改装転用とまではいかないんですけど、旧生駒トンネルを、
まあ多分ぶち抜いたんでしょうね。ぶち抜いたというか、なんというかね、まあ、ぶち抜いたというか埋めたってことはないんでしょうけどねえ、埋めたらね、あの堆肥用のトンネルとしても成立しないですからね。結構ね、あの喋ることをねまとめるために、ある程度ねまとめて喋るために、あの少し散策してからね、あのこの2回目の動画、続き動画ですけどね、回してるんですけどね、ぶっちゃけその多分ね、本当にトンネルの、あの今、ね、近鉄とか京阪の線とかが、あの、通ってるトンネルに、あの、線路の中をね、多分、入っていかないとダメなんだと思いますね。生駒川から入って、行った先に、なんか、堆肥場っていうかね、よくね、高速道路のあのトンネルとかでもあるじゃないですか、壁にね設置されてるドア開けて、あの反対車線にね堆肥するっていうのがあると思うんですけど、多分ねそんな感じで今現在ね使われてるトンネルの中に、その旧生駒トンネルの、奈良県側のね出入り口として使われてたであろう、出入り口っていうのがね、もしかしたらあるのかもしれないですね。もう少し行ったところにしようかね。結論出たんでね、あのこの辺であのエンディング撮ろうかなと思ったんですけど、家というか老人ホームがあるので、ね、カメラ置いて長々と撮影できないっていうかね、あの入所してるねおじいちゃんおばあちゃんとかが映っちゃったらかわいそうなんでね。ね、こういう感じのね、ところに、ありそうな雰囲気あるんですけどね。よいしょ。結構ね、1本目の動画をね、1本目というか、この前半戦のね、動画を撮る時に、こっちのね、奈良川の入り口ってどの辺にあるんでしょうかって聞いたね、お父さんいたんですけど、その人もね、結構、お年ね、まあ、多分65ぐらいだったんですけど、ねえ、そんな、詳しくはね、
ご存じなかったみたいですね。お昼ご飯の前にね、市役所の方にもね聞いたんですけどね市役所のね方っていうか、あの警備の方しかねいなかったんですよ、今日祝日なんで。なんで分かんなかったですね。よし、この辺にしようかな。この辺にちょっとカメラを置かしてもらって、よいしょよいしょよいしょ、画角が悪いなあ、そうか、これをちょっとだけ伸ばせばいいんだ。これをちょっとだけ伸ばして画角をねちょっと調整してやろうかなっていうね。お、いいですね。というわけでですね、一生懸命探したんですけども、見つけることはねできませんでした、ごめんなさいまあね、僕もね、よく歴史博物館とかそういう鉄道博物館とかそういうところってなんか旧トンネルの出入り口っていうんですかね、そういうのが地上にあって、中がね自由に見学できるような感じになってんのかなっていうふうに、想像してきたんですけどもね、そんな感じではございませんでした まあね、今回はね検証とかね、確実にそこがある場所を探索するっていう感じじゃなしに、場所がねあるかどうかっていうのを、捜索する動画だったんでね、年明け早々ねちょっと幸先悪いスタートですけど、今回のね動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ではね、年明けましたけども、ここからねまた1年長いですから、皆さんもね、事故、怪我、病気などねされないように健康に気をつけて、毎日楽しくね過ごしていただけたらなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。京都府にあります曲がり橋。ちょっとした、言われがありましてですね。なんとね女の子のね、霊が出るというね。誰かこちらにいますか？なんかめっちゃ人かな。こちらの方で物音がしたんで、また気になったんで再び戻ってまいりました。